こんばんは。皆さん寝てませんか？私起きてます。今日も懲りずに、この町工場のおっさんはなんと、バイオマスゲイラセミナーをなんと行うんでございます、と。俺を寝るなーで相変わらず。今日は土曜日ですね。皆さんいかがお過ごしですか？お休みの方もいらっしゃるでしょうし。私のように仕事まみれの方もいらっしゃるでしょうね。今日は朝早くからちょいと出かけておりました。まあ出かけることはしょっちゅうなんですけど、やることはたくさんありますが、それをことさら述べ上げるのは自分にとってはなんせ恥ずかしい思いがするわけでございまして、忙しいという言葉自体は、これは絶対吐いてはいけない言葉であって、忙しいなんていうことは、これはですね、実のところ、そんな言葉吐くこと自体がですね、どうでしょうかという話なんですよね。忙しいという暇があれば働けということなんですよ。結局のところはね、そう思いませんか。まあ、相も変わらず、この燃料化システムについてお話ししようとしてるんですが、なかなか本題に入っていかないという現実がございまして、その現実と理想のギャップに日夜悩んでるところは全然ありません。悩むどころか、まあこんなもんだというふうに思って勝手に理解しながら自分で納得している時代でございます。天気がいいですね。今日ここが樹木も全くなく、とても博多の街は綺麗な街、綺麗な街じゃなくて、綺麗な街じゃなくて、綺麗な空でした。真っ青と言いますか、まあ白に近い色なんですけど、要するに、あれですね、人間に見える光の色っていうのは、結局、光の反射した、可視光線を見てるわけですね。人間に見える色っていうのは、見えない色っていうのも存在するわけであって、人間が勝手に色っていうのを定義付けてるわけであって、自然界から言えば、色は様々な色があるわけですね。それを見れるものを可視光線というわけであって、何を言ってるかよくわからなくなってきましたけど、要するに限界があるんですよ。所詮人間というのはですね、その中で生きてるわけであって、人を批判することほどバカらしいものはないわけですね。いずれ自分が帰ってきますから、人を褒め立てるというのを褒めっていうか、人のいいところばかりを見つけるというのは一番人間にとっていいことじゃないでしょうか。何を言ってるかよく、さっぱりわからなくなってきますが、いつものことですね、こんなことはね。この1年です、本当にいろんなことが起きたんですよ。一度に、人に話せるような、話せないような話もたくさんあるわけであって、この先もどうなるか全くわからないわけですね。どうせ生きていくんだったら、あれですね。やっぱり動いて動いて動きまくった方がいいですね。やはり実践ですよ。本当にでもあれですね。なんでいつも、なんていうかな、うまくいかないですかね。思いませんか。まあ、うまくいかないというのが本来である姿である、あるかもしれないですね。人間の行動っていうか、人の行動っていうのは、結局、売れる、売れないというのも出てきますけど、他人の評価なんですよね。自分がどう思うとか、そんなの関係なしに、他人がどう思うかであって、自分勝手にやってても他人が評価する場合もあれば、評価しない場合もあるし、その善悪の判断っていうのは結局どこにあるかっていうと、まあ、経済大国じゃない、経済国家、日本であれば、最終的に買ってくれる、買ってくれないの、という話になっていくわけですね。善悪という言葉自体がなかなか判断難しいんですけど、裏表があるわけであってですね、それを行うためにやはり、何らかの人間にとって、法律内のことであれば何でもしていいんですけど、その法律内のことについてやはりいちいち文句つけられるということがよくあるし、褒められることもあるし、いいこともあるし、悪いことも言われるし、いろんなことを言われるわけですね。結局、あれですもんね、人が勝手に判断してるだけですもんね。だから勝手にやるというか、法律内のことをやっていけば、それなりに評価じゃない言葉も当然出てくる。それは当たり前のことであってですね、何もしないようにした方がいいかもしれないですね。そう思いませんか。それでですね、これ何やってるかというと、結局勝手にやってるんですよ。このバイオマス、青二歳バイオマスゲイラセミナーなども結構行ってるんですけど、もう383回もやってるんですけど、何でやってるか自分も分かってないんですね。まあ、ヨガでしちゃろもっていう話ですね。で、この燃料化システムっていうのは、あくまでも乾燥機と燃焼機、バーナーですね、燃焼機のバーナーの組み合わせに成り立っているわけであって、その一つが抜けると、今までもずっと説明してきましたけど、乾燥機とこの燃焼機が一つでも抜けると燃料化システムに成り立たないわけですね。
で、高架にこの燃料化システムがなかなか見当たらないというのは、そこにあるんですね。結局、まず乾燥機ですね。乾燥。乾燥はですね、高い温度で乾燥させると、バイオマス、有機廃棄物の中に含まれている有機分、燃えるための成分、有機分ですね、炭素分がですね、つまり揮発、なくなっていくんですね。なくなっていくということは、その乾燥させたとしても、やはり燃えにくいですね。結局燃えないんですね。この炭素分があるがために、バイオマス、有機廃棄物っていうのは自分で燃える、自燃ができるわけですね。それを助けるために、要するに水分量が多いと、それができないから助けるために乾燥というのをするんですけど、乾燥させたとしても、それ燃やせない。自分で燃えてくれなければ、それ結局燃料として使えないわけですね。その燃料として使える、要するに、バーナーというのが存在するわけであって、それでようやく手を結んで、成立している、成功しているというのが実際なんですよ。で、大手メーカーさんと絶対競合しないんですよ、これは。絶対に。絶対競合しない。なぜかというと、処理量が違うんですね。大手メーカーさんがやってるっていうのはどういうことかというとですね、炉があるんですよ、炉。貯めるための炉。燃焼炉。まあ、焼却炉という言い方以上に、燃焼炉という言い方の方がよろしいんでしょうけど、焼却炉となると、これは何かというと、石油燃料を使って燃やす場合は、焼却炉という言葉を使うんですけど、通常はですね、こういったバイマスを処理する場合、自燃の力、自分で燃える力を使いますので、そういう場合は焼却炉という言葉じゃなくて、燃焼炉という言葉が本来いいんでしょうけど、なかなかこんな話をしても皆さん理解できにくいというところがあってですね、まあ炉があるんですよ、炉がある、大きな処理量をするから炉があるんですよ。そういった場合には、やはり大掛かりな設備となるので、その金額も何億とかなっていくわけですね。そういう設備をする、企業さんは、と競合することは全くなしに、この燃料化システムはどういうことかというとですね、炉がない、炉が。結局どういうことかというと、乾燥機があるんですよ。乾燥させて燃焼器、バーナーに運ばれて、その次にすでに熱交換器があるわけですよ。熱交換器。俗に言うボイラーというやつですね。ボイラーで何をするかというと、熱変換を行って、温水蒸気を発生させて使うということです。従来、石油燃料等で使ってた、この使って発生させていた温水蒸気を、なんと従来捨てていた廃棄物、有機廃棄物を利用して、そのまま燃料として使えるということでの化石燃料、代替燃料ということなんですね。炉がありません。だから乾燥機から入ったものは即座に燃焼器、バーナーに行って即座に熱変化が行われるわけですね。じゃあ、この熱変化って何かというと、簡単な構造なんですよ。ボイラー、あるいは蒸気発生装置、あるいは温水発生装置、よくご存知だと思うんですけど、こう考えてください。箱の中にたくさんパイプが通ってるんですね。パイプが何本も何本通ってる。そこに水が通ってるんですね、水が。水が通ってるから、そこに、火を当てる。パイプに火を当てると、中の水が温まりますよね。温まったものを利用する。要するに、熱を変換してるわけですね。熱を変換する。だから熱変換器ボイラーって言うんですけど、その熱変換された、水を温められたものが一つが温水。それと、熱せられて蒸発しますよね。蒸発。やかんに水で蒸発して白い煙出てきますけど、蒸発したものを利用するのが蒸発の、気体を利用するのが蒸気ですね。だから温水蒸気を利用できると。よく温水蒸気っていうのは工場内でも利用する工場はたくさんありますので、そういったところで利用してもらうと。そういったことなんですよね。この説明でお分かりになりますかね。分からなければ、どんどん、いくらでも質問されてください。分からなければ私は回答できないですけど、分かる範囲では回答させていただきますので。実はいつも切羽詰まってるわけなんですね。今回っていうか、いつも切羽詰まって、非常に今まだ切羽詰まってる。だから、バイオマス燃料化システムのプレゼンテーションを急がないといけないんですね、実はね。スピードが命と言われますね、現在はね。本当にスピードが命で、あっという間に行動して、あっという間に物事を進めていかないと取り残されるという時代になってきてますけど、それはなぜなんでしょうかね。やはりネット等が発達することによって、人の情報の伝達が早くなったというのもあるんでしょうか。悪事千里を走る。悪事だけ早いですもんね、千里を走る。今の時代もそうですもんね。悪事だけあっという間に走りますもんね。そういうもんですもんね。やはり人間はついてるんでしょうね。人の悪口とかですよ。人のなんか失敗したようなところっていうのを、
それとか人に文句つけるっていうのは、やはり人間本来の、この好きなんでしょうね。そう思いませんか？だからテレビなんかもそうでしょ。芸能ゴシップとかそういうのは、ねえ、ものすごく、なんか皆さんじゃないけど、人気があると必ず見られる、アプリ占領してる。そういうもんなんでしょうね。その上で、生活してるわけであって。まあいいや。YouTube とかですね、で、動画アップするとですね、結構、なんていうかな、職人の動画を私結構アップするんですね。そうすると、この削り方、言いますか、この削り方はナチュラルとかですね、なんじゃこの溶接のやり方はとかね、いろいろ出てくるんですね。まあ、向こうはアドバイス、あるいは面白がってやってるかもしれないですけど、当初はですよ、動画アップした当初は、なんでわざわざ自分がこうやってアップしたものにわざわざ違反とかですね、なんかアドバイスかなんか知らないけど、出してくるんだというふうに、不思議に思うぐらいだったんです。不思議に思うというか、やはり感情的になるようなところもあったんですね。で、いちいち対応最初してたんで、なんていうかな、コメントに関してですよ、YouTube のコメントに関して、いちいちですね、批判を受ければそのに対して感情的になった表現なんかを入れてたんですけど、最近バカらしくなりましたね、なんかね。だから何を書かれようと何とも思わなくなってきたんですよ。なぜかというと、そういうもんだと思って言ってるわけですね。そういうもんだと思う。そういうもんだと思うというのは、やはりどういうことかというとね、だん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 潜在意識の中にですね、埋め込まれていくんですよ。それが普通だというふうに。そういった批判とかですね、文句とかっていうのを言われるのは、YouTube アップしたら必ず書かれているのは当たり前だというふうにだんだん思うわけですね。それ何かというと、やはり潜在意識の中に埋め込まれているんじゃないかなと思うんです。潜在意識の中に。で、私はこのバイナで最近ずっとやってるバイマス燃料化システム。これ何かというとですね、なんと、なんと、皆さんの潜在意識の中に埋め込もうとしてるんですね。これ当たり前だと思い込ませようとしてるわけですよ。そうすることによってですね、何かメリットがないかな、なんて思うわけで次第でございます。そういうことなんですね。折を寝るな。それで、この乾燥機はですね、なんと優れものなんですよ。乾燥機、ご存知ですか？何がご存知ですかということなんですけど、まず、低温乾燥、低い温度で乾燥しないといけないんですけど、このバイマス有機廃棄の性質上、ひっつく付着するんですね。ひっつく付着する。だから、付着しないような構造にしないといけない。なんと優れものなんです。特許出願してるんですよ、この乾燥機。2本の軸があって、螺旋状に特殊な羽を開発して、それを取り付けてるんですけど、投入されたバイマス、あるいは有機廃棄物、付着性の強いもの、どんな付着性の強いものでも、左右の羽が剥がしながら、なんと剥がしながら回転していくという優れものなんですね。で、低い温度で乾燥なんでも乾かせると。低い温度、体温乾燥でも難なく乾かすことができるということを、もう一点、なんと投入のところ、入り口のところ、粉砕装置をつけて粉砕、細かくするんですね。木材等の大きなものは、ここで小さくできる。というのも、固形物っていうのはですね、大きなものってなかなか内部も熱が伝わらないんですよ。それで小さくすることによって、中の芯まで熱が通りやすくなって、それで乾燥できる。そういう意味で低温乾燥ができるんですね。この粉砕機能、そしてこの特殊な羽の開発によって、どんなものでも、固形物であろうと、付着性の強いものであろうと、なんと低い温度で乾燥できて、それで燃料化ができると。燃料に最適なものができるということなんですね。この燃焼機も優れてるんですよ。バーナーも優れてるんですね。なんとね、優れてるんですよ。何でも燃やせるということなんですね。従来はですね、非合資っていうのがあって、これ何かというと、燃料の受け台、燃料を乗せるところがあるんですね、必ずね。これが世間一般は、全世界。では、それが常識と言われているバイマスバーナーなんですけど、ところが、どっこい、これは、想定されてもが当然、あ、当然なくて、想定されてもが、やはり木材とかそういったものだと思うんですけど、この乾燥機といいますか、おでと乾燥、あ、もう時間がない。皆さん、さよなら。さよなら。さよならです。さよなら。またお会いしましょう。さよなら。